私たち医療秘書検定1級に合格しました。イエーイ、イエーイ。はい、私は領域2の医学知識についてちょっと病気に関する内容が多かったので、それを勉強するのがとても大変でした。私は領域1,2,3とても範囲が広かったので、バランスよく勉強するのが大変でした。はい、就職後はこの医療秘書検定で勉強した医学知識等を活かしていけたら、貢献していけたらいいなと思います。はい、私も同じで知識を活かしてスムーズに業務が進められるよう頑張っていきたいと思います。はい、お二人ともおめでとうございました。ありがとうございます。